生会社会人20歳、学生です。学生さんで、はい、ほーで落語が大好きで。そうですね、大好きですね。ということはなんか落語の落ち研入ったりとかそういうことですか？いや、落ち研には入ってないです。あ、入ってない。落ち研には入ってないです。ほーでも落語が好き。落語は好きです。なんかそのきっかけはあったわけ？好きになるきっかけ。きっかけはですね、それこそ、小学校1年生の時に、おじいちゃんがちょっと事故で大怪我をしちゃって、ほう、家族全体がこう暗くなったんですよ。その時たまたま弟が、この落語のを見つけて、ほう、それをこう本当モノマネ程度ですけど、ほう、こうみんなの前で見せて、こう家族がわっと明るくなった、そのなんかこう人を明るくできるんだなっていうこの力に見せられて、はい、落語が好きっていうのは分かりましたよ、はい。どんな言葉でのこれどういうことなのこれは。あ、そうですね、まあこの、まあ、10年13年以上落語 にこう触れてきて、ある日突然、どんな言葉でも、言い方とか、ほう、それ次第でこの落語の一番の見せ場のオチっぽくできるぞってことに気づいちゃったんですよね。オチっぽく、それ単語ってこと？はい、もうどんな単語でもあたかもこう一席今終わりましたよっていう感じに。これはそのなんかおじいちゃん見せたり家族に見せたりとか。これはまだ誰にも見せてないですね。見せてこいやここで下ろして、もし反応良かったらそれからみんなにだよね、はい、試したい。いやいや、なんでよ、ダッグアウトですから。テレビ界のダッグアウト。まあまあ、じゃあやってもらいましょうか。どういうもんなのか。なるべく日本の言葉で一言単語をいただきたいなと。単語、春日さん、あ、じゃあオドぜひで。この番組、あ、オドぜひ、はい、オドぜひ、ちょっと整わせて、ちょっと落語のオチっぽく、オドぜひ、ちょっと一応とりあえず安定のもので行かせていただきます、はい、ほう、へえ、おめえさん、それ一体なんだ。いえ、こらこら、この通りオドぜひでございますあ、早っ早っ、オチ早っ。この本当にオチっぽくするだけで、そうか、まあ、何がなんだか、そういうことなの。こういうことです。ここでオードリーさんを落語のオチっぽくできるのかやってみることに。まずは落語好きだという若林さんから。じゃあ、わらじ二足で。わらじ二足で。ちょっと整わし。時間かかるからね、整うのにね。お前さん一体それ何だい。わらじ二足でございます。こういうことでしょ。そういうことだけど、誰かに聞くパターン多いね。はあ、じゃあちょっと磯貝君に聞きましょうか。じゃあちょっと、じゃあ お題を。真っ白けっけでいきますか。真っ白けっけ。真っ白けっけ。ちょっとじゃあ整えさせていただいて。はい。じゃあ。いや、お前さん随分と腹黒いんだね。いやいや、私の心は真っ白けっけでございます。ありそう。すごい、ありそう、なんかそんな話。